松倉川は、北海道函館市を流れ、津軽海峡に注ぐ二級河川松倉川水系の本流である。函館市北部の墓間越岳登録に発し、函館市街地の東部を南に流れる。湯の川温泉付近で視線の湯の川、鮫川を合わせ、津軽海峡に注ぐ。亀田川が、約1000年前以前まで、主として、山沿いに、上山、丹谷の神社方向に向かい、 途中小島川、神川、七五郎沢川を合わせて、サメ川に合流していた。時々川筋は変わっていたが、ほぼこの方向に一定と推定されている。1992年、川口から1 6トル上流に治水対策と、函館市の水道用水の確保を目的とした、北海道の多目的ダム、松倉ダムが計画され、1993年から、 調査が進められていたが、人口減による水道需要の見直しや自然環境の保全を求める市民の声を受け、1998年に行われた事業再評価によって中止が決定された。その後、2000年に流域の代表者及び関係団体、学識経験者による松倉川水系治水対策検討会が設置され、 ダムに頼らない総合治水について検討が進められ、地域部会9回、専門部会4回、検討会4回を経て、2002年3月に、松倉川近未来構想図を含む、松倉川水系治水対策検討会総括、松倉川水系の総合的な治水対策という、治水計画が取りまとめられた。この検討会の事務局である北海道と函館市は、 従来型の検討会とは異なり黒子にて視会の意見を尊重しながら合意形成を重ね制案したことから松倉川方式と呼ばれた。その後の河川整備計画は約20年を目標に進められており支流のサメ川はほぼ完成。本流は2012年度から松清橋から上流 1.6km を拡幅し湯の沢川には有水地新設に着手し始めている。 なお、利水については、函館市企業局が、水道ビジョンのパブリックコメントの回答の中で、水道事業者としても、松倉ダムの必要性は認められないとの見解を示している。ありがとうございます。